テレビのチャンネル調整の方法をご説明します。今回はシャープ製のテレビでチャンネル調整の操作方法をご説明します。テレビのメーカーや機種によってリモコンボタンの位置や操作の仕方が多少異なることがありますのでご了承ください。はじめにテレビのリモコンをお手元にご用意ください。次にリモコンのメニューボタンまたはホームボタンを押します。テレビ画面に表示されている項目の中から設定または各種設定をリモコンの矢印ボタンで選び決定ボタンを押します。続いてテレビ放送設定の項目を選び決定ボタンを押し、さらにチャンネル設定を選び決定ボタンを押します。なおメーカーや機種によっては初期設定や受信設定などの名称の場合もあります。地上デジタルを選び決定ボタンを押します。地上デジタル放送のチャンネル自動登録の画面が表示されたら、地域設定がお住まいの地域になっていることをご確認ください。確認後、実行するを矢印ボタンで選び決定ボタンを押すと、自動的に新潟地域で受信可能なチャンネルがスキャニングされますので、終了するまでしばらくお待ちください。チャンネルのスキャニング終了後は、リモコンの終了ボタンなどで設定画面を閉じ、チャンネルボタンを押して各チャンネルの映像を確認してください。これで完了です。